こん,ばんはえっ、ー、と、これ、大分西高の高さに昨日聞かれたもん、昨日の夜、夜聞かれた問題です。えっ、ー、と、2017年の6月の真剣も、真剣のマーク。マーク模試のスイッチ A ですね。はい。15の4乗イコール3の4乗かけ ×5 の4乗と。300イコール2の2乗 ×3×5 の2乗であると。で、15の4乗と300の最大公約数を G とすると。じゃあ G はこれこれで、15の4乗はこれこれ。じゃあもうこれ解き,きますよ。えーと、 15の4乗と300つまりこれとこれの最大公約数じゃあちょっと同じこと書きますけども15の4乗が3の4乗 ×5 の4乗かでこの300っていうのはえっ、ー、と300ですねえっ、ー、と2の2乗 ×3×5 の2乗と。ということは G 最大公約数ってことは えー、これの W を言えばいいので W を W というか、えー、と3が1個分か3が1個分5が2個分3が1個分5が2個分ってことはえっ、ー、と RE のところは、えっとまあ、これ赤で,いい、まあ、赤でいこうか 3×5 の2乗ってことで答え75か a e がですねで今度15の4乗イコール g かけるってあるからじゃあ15の4乗黒ペンでいこう 15の4乗イコール、つまり3の,3の4乗かけ5の4乗イコール、イコール、えっと、G っていうのは今、3かけ5の2乗ですね。3かけ5の2乗。いいですか。じゃその後に、じゃあ、足りないのは3が3つ分と5が2個分足りないですね。だから、3が3つ分と5が2個分か。もう、それが回答ですね。だから、えっと、うえの回答は、えっと、3、二か。これがうえですね。これがうえ。うえ、3、2 いいですかね、はい次 M を自然数とし <laughs> ごめんなさい風邪いてごめんなさい M を自然数とし N イコール g m g かける m たす300分の15の4乗とするとじゃあ1は N イコールじゃあこれは両辺に GM たす300をかければいいですねあじゃああそうだ。えー、っと かけてもしょうがないか。n イコールかあ。ごめんなさい。じゃあちょっと同じようにしましょう。同じように。じゃあ今これ1番をちょっと同じように書きますよ。n イコール gm+300 で15の4乗とこう書いてあると。でこれよう見ると、よう見るとこれとこれっていうのは g がなくなってますね。だからもう上と下、分母と文章 g で割っちゃいましょうか。で g ってちなみにえー、と75でしたね。これこれ、ここ,こ,こが。 3×5 の2乗つまり75ですねだから上と下は75で割ってくださいそしたらえっ、ー、と G が消えて M375 で割ると4四ですね四、えー、で15の4乗をこれ G で割ってくださいそしたら15の4乗が 3, 3が4つ分5が4つ分だったからえっ、ー、と3の3個分と5の2個分かですねってことはこの「オが4 尾が4、えっ、ー、と、うが3、えが2。これもうとえはさっきやったんか。だからこの尾のところは4ですね。これが尾。いいですかね。はい。で、続いて、こっちに問題があって。えっとね。n が自然数。で、n が自然数となるときの mn の組み合わせで n が最大になるもの。一応、 m、n と書いてある。一応、a、m も、m もここに、m も自然数です、ね。m も自然数で、n も自然数。じゃあ今の式、これですね。これですね。m、m と n の関係式だからこの m 足四を両辺に書きますよ。だからこの n イコールってやつを、えっ、ー、と、m 足四かける n イコールするしますよ。そしたらじゃこの式を、じゃいきますよ。これをこっちに書きます。そしたら n かける m 足四 イコー今、こういう式になりました。こういう式になりました。はい。で、それで、えー、ちょっと、何台大丈夫。で、M と N が自然数なんだけども、これがですね。で、N が最大。ということは、何ですかね。えっ、ー、とね、N が最大ってことは、この M 足す4が最小ってことですね。N が最大ってことは、M 足す4が一番ちっちゃければいいんですね、当然。 そしたら、これが3の3乗かけ5の2乗だけどにな、なもし1になって、これが1になって、これが3の3乗かけ5の2乗になれば一番いいんですけど、1はなれないですね。M は自然数だから。ということは一番ちっちゃいのは5。これが5になればいいと思いません ?5。で、こっちが3の3乗かけ5の1乗か。だからこれが5になればいいと。5になるってことは M が1か。ですね。じゃあ M がこれ1ですね。一だからこれが 5, 5になってくれればいいと。5に。 5そしたら N は何本ですかねじゃあこれが5ってことは5一個分消しちゃいいので、えっと、3の3乗かけ5ここ 3, 3, の 3, 3の3乗かけ5になればいい合ってますということは3の3乗かけ5だからこれ何本ですかね ?3 の3乗 ×53 の3乗か ×135 か。27×5 27だから 135? じゃあこれ135。 気系の回答がといいですかね。続い、ついて確保に。n が自然数となるような mn の組みは全部で何組ありますかと。じゃあ、ちょっとこれをさっきの、ちょっとこの数字はもういらなくなったんですけど、ここのところですね。ここのところで、えー、っと、mn の組みは何組ありますかと。mn の組み何組ありますかと。じゃあ、書きましょ mn というか n、n と、 m プラス4の組が何組ありま、何組ありますかやってみましょうか。そっちの方が早いですね。いいですか。n と m 足す4の組が何通りあるかと。いきますよ。じゃあ n が1でもいいんですよね。n が1でもいいと。1かけるこれでいきましょう。1と3の3乗かけ5の2乗と。いきますよ。じゃあ次にちっちゃいのは n は3だったらいいですね。3つったらこっちが3の2乗かけ5の2乗。 これかけこれがこうなってくれればいいんですよ。で次がえー、っと今度5か。5け3の3乗5の2乗2というふうにどんどん書いていってください。まあ、たかがまあたかがこれ 4×4×10、えー、たかが12個しかないんか。たかが12個。いきますよ。で次は五次はどれかな、ね、?15 か。3け5か。3×5n が3け5だったら、えー、っと3け5どんどんいきますよ。

3が1個で3が1個で3が1個はもう終わったんか3が1個3が1個3が1個3が2個のやつ3が2個で三が二個で5が1個か3が2個で5が1個のやつはこっちが 3×5 になればいいかで3が2個で5の2乗だったらこっちが3になればいいかですねであとは 3の3乗3の3乗三の三こっちが左か3の3乗だったらこっちは5の2乗とあと3の3乗かける5か3の3乗かける5だったらこっちは5で3の3乗かける5の2乗だったら1かでんと1234567891011112とりか通りただしね 順位と書きたいんだけどもあくまで今、M、N と M+4 の組み合わせ N と M+4 はこれかけこれって言ってる,言ってるんだけど M は整数あ違う自然数だからまずいのがこれがまずいんか M+4 つまり今 M+4 でやってるんですけど M+4 が3っていうのはまずいですね N がマイナス1になっちゃうからであとこの1もまずいんかあの M+4 が1って言ったら M がマイナス3になっちゃうから だからこれで12通りの中の2個減らして10通りこれ10通りですね全部で10個ある十個あるといいですかでまた N が15の倍数、まあ、これ今書いたやつ見ればいいですねえっ、ー、と MN が15の倍数 N が15の倍数ってどれ,どれですかね丸しましょうか N が15の倍数って言ったら N 左側が15の倍数まずこれですね1個で2個3個 4個か。答え4通りですね。答え4通り。4。以上になります。<laughs> いいですかね。これ一個一個変えた方がいいです。いいですかね。はい、じゃあ以上です。